はい、山根と言います。よろしくお願いします。で、まずはじめに自己紹介させてください。私どんな人っていうのはバックグラウンドしてた方が、まあ、なんでこんな話こいつするんだっていうのが分かっていいのかなと思って、私は、ですね、2003年ぐらいから、デビアのコントリビューターをしています。あまりそのテクニカルに難しいところもやってません。最初はトランスレーションから始めて、それからパッケージのメンテナーとか、あとはデビアンパッケージのミラーをですね、サプライインターネットさんに機材をお貸しいただいて、提供しているとか、あとはデビアのセキュリティアップデートのリポジトリのミラーをですね、これもまたサプライインターネットさんにご協力いただいて日本に誘致したり、あとはデビアンのパッケージですね。これ中身パッと開くと、中でターボールがあるんですけど、ターボールが前、GZIP だったのを、まあ、XZ 使った方がいいんじゃねえのっていう話をして、まあ、それを、実装に進めたりとか、あとはデビアンのパッケージのポリシー、どうやって作るのっていうのがあるんですけど、これが、非常に古い SGML でこんなのをやってらんねえと思ったんで、スフィンクスに変えて、リストラクチャーのテキストですね、変えるというのをやったりとかしています。で、今月17か18かな、ソフトウェアデザインさん、技術評論者さんから出ますけど、これの、連載記事を書いてます。隔月で書いています。なぜ隔月かっていうと、迷子を書くだけの枠を与えてもらえなかったからと、迷子を書いてたのがだんだん押されて隔月になりましたと。なので、皆さん読んで感想をくれると打ち切りっていう、俺たちの戦いはこれからだっていう、先月号のレッドハートさんの連載みたいにならなくて済むかなと思うので、よろしくお願いします。あとは、まあ、ローカルの、ユーザーというかデベロッパーコミュニティ、デベロッパー JP というのメンバーでもあります。で、お仕事としてはサイエンステクノロジーというところに、先日拾ってもらって、こちらの方で、何やってるかっていうと、オープンソースのコミュニティのイベントとかで、を開いたりとか、あとは、オープンソースコミュニティとかデベロッパーの方に、まあ、何らかの支援プログラムを提供するということをやってますと。で、最近のイベントだと、ここにありますけど、OSS ライセンスミートアップボリューム2と、GPL 違反の話があって、これを前に、今だとアワシさんですかね、にいた方、宮田さんという方なんですけど、読んで、こんなのがあったよというのを、まあ、みんなで知見を共有するというのをやってきました。こちらの OSS ライセンスミートアップはまた、第3回も、検討しております。もし、Twitter とかでですね、見たらですね、応援をよろしくお願いします。で、もう一つの OSS コミュニティとか開発者についての支援というのは、まあ、何かしらの例えば開発リソースを提供したりだとか、そういうのができたらなと思って、ね、自社だけでやってると大変なので、他の会社さん、同じようなことをやってる会社さんと組んで、うまいことを提供するというのをやってます。もしそういう会社さんとかですね、組織など、お知り合いいたらちょっと耳打ちしてくれると助かります。で、個人的な話なんですけど、私、今実は育休中で、今日出てくる時もいいな、外出てという形で奥さんに言われてきましたと。最近睡眠時間が減ってますと。じゃあ、本題ですね。なんで私がディブートストラップというのをいじり始めたかという話です。デブストストラップというツールがありまして、これを何でいじり始めたかというと、デビアンの開発がですね、昔は、GForge という、ツールを使ってホスティング開発ホスティングサイトがあったんですけど、この中でソースフォージを知っている方どのぐらいいます？昔々のソースフォージのコードから、フォークした、コミュニティの、そのホスティング用のコードが GForge だったんですけど、これがもう10年ぐらいメンテされてなかったんですね。で、どうするんだと。で、このまんまだったら、ホスティングしてるデビアンのバージョンももう古くてたまらなくて、次の安定版に移行しようとしたらもう動かなくなるよと言ったんで、どないすんでということで、最終的にGitLab の方に、移りましたと。サルサデビアンオルグというサイトで今は GitLab ベースで、提供してますよと。GitLab は非常に、いろんな機能を持っていまして、この機能の中の一つが、まあ、CI ですね、コンティニアスインテグレーションと。
いうことをやってるんですけど、まあ、これの、まあ、スレーブ的な、ジェンキンスでいうスレーブ的なやつが、まあ、Docker を呼んでやると。ただ、Docker を使っていろいろ動かそうとすると、あのビルドは全く問題ないんですけど、テストでパッケージのインストール、アンインストール、アップグレードというのをやろうとしたら、このデブートストラップというツールをまずは動かさないといけないんですけど、Docker では動かなかったんですね。で、私としては、ビルドのテストはできた。で、パッケージのインストール、アンインストールのテストをしたいと。サルサできちんとして問題なく動くようにしたいなと思ったんで、じゃあちょっと見てみるかという形で触り始めました。はい、で、ここで、デブートストラップの説明です。この中でデブートストラップ聞いたことが今までなかったよという方は正直言ってるわけでください。はい、あ、そこそこいますね。10名くらいいると思います。まあ、名前からちらっとわかるかと思うんですけど、まあ、ブートストラップ用のツールですと。デビアン用のブートストラップツールと。で、非常に重要で、パワフルなツールですと。例えばデビアンであったりとか、ブンツであったりとか、あとはそれその他の、派生ですね、派生ディストリビューション、デリバティブスの、CH ルート環境を自分のところで簡単に作れますよというやつです。で、ホスト側の方は別にデビアンに限ったものではありません。これは、例えばじゃあ、スーツ使ってますよとか、フェドラですよとか、そういうのも構わないです。なんでかっていう と、シェルと、あとはちょっとのパールコードだけできているので、基本的にどこでも動きますという形です。なので、Linux 環境じゃなくても、動く感じです。で、Debian のインストーラーとか、あとは下にありますけど、B ビルダー、カウビルダーというあのクリーンルーム環境でビルドするツール。それから PIU パーツという先ほど言ったあのパッケージのインストール、アンインストール、アップグレードという、パッケージの、インストールで I、アンインストールで U、で、アップデートでアップグレードか、で、UP という PIU パーツという、テストツールもこれに依存していますと。なので、Debian の、一番根っこの部分、これを作るのに使われているツールです。で、実際パッケージとしては Debian で提供しているんですけど、Debian 以外のディストリビューションでもこの DevBootstrap を、提供されています。例えば、Arch Linux とか、Arch Linux ひどくて私がリリースする前にあの Git でコミットしたのをそのままリリースして、おいおいちょっと待てよみたいな。まだ寝かしてるんだけどなみたいなのもあったりしましたけど、そういうので、フェドラでも、リリースしたりとかいろいろあります。でちなみにあのリリース、パッケージでなくてもですね、環境変数さえ指定すれば、ダウンロードしてきてそのまま使うみたいなこともできます。で、DevBootstrap 非常に重要なツールだなというのはあるんですけども、実はハックしやすいんですね。なんでかって言ったら、あのそんなに大きくないシェルスクリプトと、それからあのちょっとパールのコードがペタッとエンベディットしてあるというものだけですと。同じ DevBootstrap と同じ機能を持つものとしては CDevBootstrap という、まあ、C で書かれたものとか MMDevStrap という最近出てきたPython で書かれたものとかありますけど、まあ一番いじりやすいというか、まあ非常に素朴なツールなので、これはいじれるなと。で、この時なんですけども、私が見た時には、全然メンテナンスされてなかったんですね。パッチが数十個あったにもかかわらず、バグトラッキングシステムに上がってるにもかかわらず、全然誰も手つけてないと。なんでかって言ったら、多分ですね、あの重要なツールなんて動いてるんだから触らない方がいいんじゃねえかみたいなのが働いてたんじゃないかなと思います。専任の割り当ての人がいるわけではないので、他で忙しいから、まあ、デブとストラップ動いてる中でいいじゃんという感じで、パッチが放置されてたと。で、私が思ったのは、あ、こんだけパッチあるんだったら、ちょっとやって入れちゃえば、結果として非常に、結果が出てくるんじゃないと。少ない力で大きな結果と。あのテコの原理ですね。で、自分の欲しい変更点だけ、くっ
突っ込むと多分、問題があった時に思いっきりぶったたかれると、お前もう出てくんなとですよね。自分の欲しい変更だけ突っ込んで、リリースとかやったりすると、まあ、できなくもないんですけど、後に後々加工を残すと。だったら私が考えたのは、今放置されているパッチとかをきちんと取り込んだ上でしれっと出すといいかなと思いました。じゃあということで、バグを見てまいりましたと、動かないよとか、メッセージが全然エラーメッセージ出てこないよとか、なんか知らないうちに落ちてんだけどとか、この環境をサポートしてほしいんだけどなとか、最後のはまあちょっと遅いんで早くするパッチを取り込んでくれとか、そういうのがありましたと。でまあ動かないよって言ったら、まあとりあえずは再現しないとダメですよねと。ところがですね、バグレポートを提供されてからもう4年とか10年とか経ってるんですねおいおいおいみたいな、最新ので再現できるできないのはさておき、そもそもその時のバージョンで再現できるかとか、いうのがあったんで、その時にはスナップショットデビアンオルグというですね、デビアンはリリースしてから、リリースというか、リポジトリに上がってからのやつ全部、アーカイブしている、サイトがあるんですね。非常にでっかいテラバイトで、パッケージがこうずっとアーカイブされてるんですけど、これが何年前ですかね、最初に始めたのは今 Google にいらっしゃる鵜飼さんという方が、スナップショットデビアンネットという名前で自宅に作ってたんですけど、これをいやインフラとして使うんだったらきちんとやりましょうってことで、今はデビアンの正式なインフラとしてデビアンオルグと。ちなみに、デビアンネットっていうのは、デビアンのデベロッパーが自由にホスティングしているサイトなので、オフィシャルではない。デビアンオルグは、オフィシャルという違いが実はあります。で、Git で確認したりだとか、一応パッケージ落としてきて確認したりだとかしました。で、再現できねえよとか、もっと情報くれとか、ひたすらタグをつけていく作業をしましたと。で、コードを見て、パッチを、これでどうかなみたいなのをやると。で、まあ、エラーメッセージが非常にしょぼいとかいうのがあったら、まあ、本当に、再現できるかどうかっていうのをまあ確認して、でまたログ見てコード見てパッチ送ると。で、この環境をサポートしてほしいなみたいなのがいろいろあったんですね。システム D のやつだとか、エレクシーがどうとか、ピールートがどうとか、どっかとか、まあこれは後にしま、基本的には後にしましょうと。要は追加機能の追加なんで、修正というよりは機能の追加だったので、まあ後にしましょうねと言いつつも、まあすでにパッチがきちんとあるものについては、まあ簡単に確認できるんで取り込んだと。例えばフェドラの人からリンバーとエレクシーのサポート追加してくれって言われたんで追加しましたと。でもレッドハットエンタープライズリナックスではこれサポート終了するんだけどねみたいな、いいのかなと思います。まあ、放置してたパッチを放置してたのが悪いような気がするんですけど、フェドラと、レッドハットは違うよねということで、追加とかしましたと。ありがとうフェドラの人と。で、デブトスラップ遅いよと言われたんですね。で、対処としては一つ目が、プロキシのサポート、自動で、プロキシがローカルランで動いているというのを確認して、勝手にそれを検知してそれを使うみたいなパッチとか、あとはキャッシュのサポートみたいなのを追加とか、あとはエンベディットされているパールのコードをいじって早くするよみたいな、まあ要はループしてあるところをもっときちんとやりましょうねみたいなのをやったと。で、プロキシのサポートなんですけど、デビアンパッケージのキャッシュプロキシ専用の、そういうパッケージがあるんですね。スクイットをベースにしたスクイットデブプロキシというのがあって、これに対して、あれは、アパヒかな。で、検知するスクイットデブプロキシクライアントというのがあるんですけど、これがきちんと連携するように、動くようにという、パッチを追加しましたと。なので、もしも、ローカルのどっかのマシンで、例えばデスクトップでスクイートデブプロキシを動かしていて、
で例えば私のラップトップで、デビットスラップ動かしたいなって時には勝手にあローカルにあるじゃんって言ってそれを見てくれるということをやりました。で、デビットスラップの挙動なんですけど基本的にはですねあのパッケージをダブルゲットで落としていくことです。非常にプリミティブというか本当にそれでいいのと要は最初にアプト動いてないんですね。アプトのパッケージマネージャーが動いてないんでそれを構築するまではまずダブルゲットで、取得してでチェックサムとか確認してで展開して一番のベースシステムを作ってその後アプトを使うみたいな感じなんですけど、なんで、簡単にそれを、キャッシュするというのを追加しましたと。まあ30行ぐらい書いただけだという感じなんですけど、どうなったかっていうと、前が3分40秒ぐらいかかってたのが1分50秒ぐらいまで減ったと。要は全部1回回して全部ローカルのディスクの中に入ってんだからそれを見る形にすれば、まあ、圧倒的に速くなると。で、キャッシュまたはプロキシなんですけど、3択ぐらいあると思うんですね。1つ目はローカルのミラーを作る、1つ目は、プロキシー作る、最後は、今のキャッシュオプションですね、キャッシュディレクトリオプションというんですけどそれを使うと。でどうやって使い分けるかっていうと、ローカルのパッケージミラー大体あの600ギガぐらいあのシンクしなきゃいけないんででかいんですよ。600ギガあの落としてきたらあのうちなんか速度制限食らうわとか、あとはそんなマシンなきゃいけないのとかいう場合には、まあ、使わない方がいいと。ただ、100台200台とか、クライアントがあってそれで参照するってあるんで言うんであればローカルにミラーを作るのがいいでしょうと。よくあの回線が遅いんでミラーしたわみたいなのをですねあのツイートしてる人がいるんですけど勘弁してくれよって感じですね。あのミラー実際のミラーの、親のミラーを運用している方としてはいきなりあの R シンクがガリガリ走るんで勘弁してほしいなという感じです。でもう一つは、さっきのスクイットデブプロキシが動くようにすればいいんじゃないなと、これについては、まあ、複数のクライアントであれば、そのローカルのプロキシを参照するんでいいよねと。で最後の、キャッシュディレクトリオプションはこれ自分のマシンだけ見るんで1台だけでやる場合には非常に簡易でいいよという感じです。なので今回は2と3が追加されたと。で最後に、パールのコードですね、彼がトーマさんという方ですね、ファイというあのイメージを作るツールがあるんですけど、デビアンのですね、クラウドイメージなんかを作るのに使われているツールなんですけど、これ彼が、最適化を施して、古いバージョンだったら1分30秒ぐらいかかってたのが40秒ぐらいまで減ったと、最適化した。で、リリースマネージャーからは「入れるのこんな変大きな変更とか何かあったらどうするんだよ」って言われたんですけど、しれっと入れましたと。なので、先ほどの、キャッシュと、このパールコードの最適化が含まれている、デブトスラップの 1.0.102 以降かな、を使うと随分と、過去のバージョンよりは早く、CH ルート環境が作れるようになっていますと。で、こういう作業をどうやってきたかっていうと非常にあの素朴なやり方で、パッチを BTS に送ってメーリングリストにからの反応を待つも誰からも反応がなく、じゃあって言って勝手にあげるよって言ってまたこれで10日ぐらい反応を待ち、でこれをひたすら繰り返すみたいなのをやったんですけど、最近は先ほど の, あの、GitLab ベースの、開発ホストサルサデビアオンログの方で、マージリクエストをするようになったんで、マージリクエスト出してレビューしてマージしてアップロードみたいな感じで簡易になりましたと。と言いつつもこの前もリグレッション出して怒られましたと。で、結果なんですけど100個ぐらいあったまあ大体60個ぐらいまで減ったと。まあ40個頑張って潰しましたよという感じです。なんでまあ、 私が手を出す3月2018年の3月、ちょっと1年前ですね、
1年前よりはだいぶ、整理されたんじゃないかなと思います。でまだ頭が痛いのが、フェイク CH ルートとかいう、なんかツールがあるんですけど、これの挙動がよくわからんなとか、あとは依存関係の処理なんかが apt なんかはきちんとやってくれるんですけど、この DevBootstrap での挙動が、あの仮想パッケージを含んだりとか、あとこのパッケージを追加する外すみたいなのを指定するとちょっと怪しいなというところがあったりとか、あとはこの場には多分関係ある、一番関係あるんですけど、 Debian Pulse というですね、 Debian がまだ公式にサポートしてないアーキテクチャの、サイトがあるんですね。ただ、開発用インフラは提供するという別にあってですね。なのでどれかな、これかな、www.debian.org というのがあるんですけど、ここで例えばリスク5だとか、ね、みんな大好き、IA64 とかですね、M68K とかですね、SH4 とか、こんなのが未だに開発しておると、お前らまだ捨ててないのか、はい、捨ててませんという感じで、オフィシャルにサポートされている、アーキテクチャ以外にもこんだけのものがあるんですけど、これを、デブートストラップするためには今だとまだパッチが手を加えないといけないんですけど、これをうまく加えられないかなみたいなのがまだ、手つかずになっています。ちなみに余談ですけど、知り合いがこの M68K と、スパーク64の、ポーティングをやってて、今ドイツから多分日本に来てるんで、もしも話聞きたい人がいたらブッキングしますと、ラーメン、美味しいラーメンあるよって言ったら多分ひょいひょいとついてきます。で、最近の話題としてはですね、あのデビアンの技術委員会というのがございまして、何かって言ったら開発者間で、言い争いになって、技術的なことであったら、裁定します、まあ、裁判所みたいなもんなんですけど、僕の加えた変更が、これ、議論になって、ここに持ち込んだやつがいまして最終的に先日アナウンスが出ましたと、テクニカルミッティは、メンテナの、判断を尊重しますと言われて放置と、私の加えた変更はリバートされなくて済んだという感じでございますと、ユーザーマージというですね、bin とか sbin とかの、ディレクトリがそのユーザー以下に、そのまま参照するというですね、最近フェドラとかアーチとかが多分そんな感じになってると思うんですけど、そういう変更しようねと言ったら、いやいやこんな問題があるよというので、 ひたすら長文の、メールのやり取りになって、疲弊した私は、なるべくそのままで行きたいなって言ったら、なんとか通ったという感じです。興味ある方はこちらの方とかのですね、話題をなんと、ソフトウェアデザインという雑誌だとなんと日本語で読める、素晴らしいということで、多分どっかの号で、ソフトデザインで書いてると思いますという感じです。はい、あんまり技術的なところはなくて、で見えないですね。これね、そんなわけないです。色を変えないとダメですねこれね。絶対パスで指定してやると、そこを次見る形になりますよと。でこれはさっき言ってた私が、管理しているミラーなんで、なるべく使ってやろうかなという感じでやっています。なので古い、デブートストラップ と、このキャッシュディレクトリーオプションなんかを付けた、デブートストラップで加えて、比較していただけると随分と早く、何分か節約になるかなという感じでございます。で、デブートストラップなんですけど、中身どんな感じになってるのっていうと、ちょっと待ってくださいね。よくして。
非常に簡易で、デブートストラップのシェルスクリプト本体があって、でちょっと切り出してあるなんかファンクションズっていうのがあって、もう一つスクリプトって中に、各ディストリビューションのバージョンごとのなんかやつがあったりしますと。例えば、古い古いデビアンのサージだったらこういうふうに動きましょうねとか、あとはここら辺なんかはあのウブンツですよね、古いやつですけど、あとはあれかな、あディスコとかありますね。なんで、デブ、例えばスーズのデブとストラップのここで例えばディスコってやるとディスコってやるとここのディスコのやつを参照していろいろと動きを変えるということをやっています。なんでサポートしたいディストリビューションとかがあったりするとここのスクリプトの中に、ファイルを追加していくということをやっていますと。若干その違う動きをしなきゃいけないのがあったりするのでその場合にやりますと。で次に、どこのディレクトリに、例えばじゃあ添付のディスコとかどこのディレクトリに、C シルト環境を作るよみたいなのをやって、で最後にどのミラーを、みたいな感じでどのミラーを参照するかって形で流せば、数分待ってばポンと CH ロット環境が出来上がって、例えばあれかじゃ、なんで、僕は今自分のホームディレクトリー添付の下、添付ディレクトリーの下にシドっていうディレクトリーを作ってここに CH ロットしたんですけど、こんな感じでできますよ。で、さらに言うと、私今これは、インテル64ビット、AMD の64ビットですけど、例えば ARM クヨとかの環境を作ってそこにポンと移るっていうのもできます。動かすことができます。MLC も勝手にしてくれる感じになっていますと。なんで簡単にそのデブートストラップなんかの環境を、CH ルート環境を作りたいなって場合には、まあ、デブートストラップっていうのは非常に、お手軽、あまり覚えることないですし、最近は早くなってるんで新しいバージョンをなるべく使ってほしいなという感じでございますと。はい、というところで私からのお話は以上になります。何か、質問とか何かコメントとかあればぜひお願いいたします。はい、デブートストラップが一番そのさっき言ってた候補だったんですけど、実装としてですか。デブートストラップというかそのチェンジログファンクスクールを作って、はい、何種類かあるし、そうですね、 C デブートストラップと MM デブストラップっていうのがあって、マルチストラップもある。はい、ありますね。はい、やっぱりその中でデブートストラップが一番いいというかメジャーどころ、いいというか、まあ、スタンダードである、スタンダードであって、とりあえず僕が触ったのはデブートストラップなんでデブートストラップのお話をしていると。他のは正直触ってないですと。ちょっとマルチストラップで前も自分のカスタムのデビアン作ろうとした、はい、でデビアン9で、まあ、最初デビアン9のマルチストラップのパッケージを使って、はい、でデビアン9のカスタムの、ディストリビューションを作るっていうのをちょっとやってたんですけど、それを今デビアン10にしようとしたら、はい、このデビアン9のパッケージだとデビアン10のマルチストラップが動かないとか、あそういう問題もあったので、結局デブートストラップがいいのかなっていう。はい、なので一番そのデビアンの開発でまず使うツールとしてツールチェーンの中に組み込まれているのはデブートストラップなので、そういう意味では問題が一番発見されやすいツールだと思います。なので、他の人のやつに、まあ、乗っかっちゃった方がいいよなっていう場合は、まあ、デブートストラップがまず一つで、それではデブートストラップで例えば複数のミラーを参照して最初設定するのができないので、どうしてもそれが必要だとかいう場合には他の、例えば MM デブストラップとかを使うとか。C デブートストラップは何の意味があるかちょっと僕には今のところ位置づけは分からないですね、正直なところ。
ぱりその安定っていう意味だとやっぱり機能ですかね。そうですね、あとは、まあご相談乗りますということができるかなと。わかりました、ありがとうございます。自分もあのマルチストロークちょっと調べて使わないと、なんか使いたいなと思って調べてたんですけど、コミュニティでちょっといろいろ聞きたいかなって、メンテナンスのメンテナンスとかもうメンテナンスしてないのでやめた方がいいと思います。もし普通にご自撮りマルチストロークを使いたいんだったら、一度デブトラックストロークしてからあとで終わらないと。で一応そのメンテナーとしてはそのデビアンブートのメーリングリストでみんな見てくれるとは言ってるんですが、それとは別にアップロードこの人たちがするよっていう人たちの別居があるんですけど、僕以外は誰も動いてません。ウェカーさんは一度もアップロードはしてないですし、コリン・ワトソンは多分あれまだ動物にいるのかしら、クリスチャンは最近もうほとんど引退しようかなって言って最近あのマラソンばっか走ってるし、スティーブはアームのお仕事で多分忙しいのであんまりこっちのデブとスラックまでは見ないかなという感じなんで、実質、ここ1年で動いたのは基本的に僕だけという感じなので、何かあったら教えてくださいねという感じですね。はい、なのでご相談に乗りますと。なんと今なら無料。はい、デビアンのバージョンをコードネームで入れさせられるんですけど、はいはいはい、あれがあのよくわからないっていう。はいはいはい、ああそれはね同じこと考えていて、僕なんかも、それについては言及したことがあるんですけど、いやあれってあのデビアンのミラーをその名前で見に行くんですよ、でミラーの方がミラー そのデポジトリの方が例えば10とか11とかいう名前でディレクトリが存在しないとこける。だミラー側の方がまず対応しないとダメ。そこのところをあのスクリプトのところの方で、受け取った時にあのカタログ見直して、入れ替えるっていうふうに追加するのはダメだ。いやめんどくさシンプルにしたそこはシンプルにしたいですよね。であのミラーの方なんとかもっと分かりやすいようにしろよっていうのは、僕はバグはファイル済みですとファイル済みだけどまだ動いてないなと。でどうしたらいいかなっていうと、あのデビアンのアーカイブキットというのをちょっといじらないといけないんで、めんどくさいなと思ってまだ何にもしてません。なので、デブートストラップ側をいじればできるじゃん、はいその通りです、分かりやすい方がいいよねその通りです、じゃあその対応表を持てばいいじゃん、いやそこはシンプルにしたいんで、あのディポジトリ側はちゃんとやってからの方がいいんじゃないかなみたいなのが僕の意見ですね。はい、あのもう一つあって、はい、アーキテクチャ名ってなんとかなるんですかっていうかあるんですよね。うん、アーキテクチャ名、はい、例えばですね X86 の64だと、X86 64じゃなくてデミアンだと AMD64 ですね、はい、はい、そうですね、はい、なんかあのそのあたりが、ユーザーがこう結構ごっちゃになって渡してしまっても変化してくれるといいなっていう。なるほど、いいですね。じゃあグッドクエスチョンなので、ぜひバグをファイルしていただくのを一度やってほしいなという感じではあるんですけどどうでしょうか、ぜひお願いできないでしょうか。ちなみにあのデビアンのバグトラッキングシステムこの中で使ったことある人、お、3人ぐらいいた。一つ話すると、デビアンのバグトラッキングシステムってすごくてですね、なんとあの登録があのブラウザでできないんですよ。お前何言ってんだと思ったでしょ。なんと二十何年ものなので、当時そんなあのこじゃれたバグトラッキングシステムないんですよ。どうするかって言ったら、バグの報告メール、登録メールを送って、ステータスもあのコマンドメールを送るというですね、非常に前時代的な、ブラウザでは参照できるだけという。非常にあれなツールなんですけど、20年もののレガシーのシステム、根元にまで食い込んだシステムを、根本から変えようとすると、どんなに、大変なことが起こるかっていうのは、多分皆さん想像がつきますよね。仕事のワークフロー全部変えようって話になっちゃうんで、なかなか辛いと。とはいうものの、逆に言うとですね、ユーザー登録しなくてもメールアドレスさえあればフォントできちゃうんで、そういった意味ではお手軽ではあるかなという感じなんです。
チャレンジしてみて、よくわかんないよという人がいたら、あの私あの手助けはぜひしますので、なんと今ならのようでいたしますので、それはお願いできたらと。今のその、アーキテクチャ名の話はまああってもいいんじゃないかなというふうには僕は思います。はい。その前の、バージョンについてはできれば変換表を持たないで単純にリポジトリ側で何とかしたいなというのはありますね。そうするとあの、変換表を持たないでリポジトリからで何とかすることができると、デビアンとかのリポジトリのあのアプトの参照で例えば今だとこういうコードネームで指定している場所があるんですね。これが分かりづらいという話だと思うんですけど、これが例えばデビアン10とか指定できるようになるという形なので、両方メリットがあるんじゃないかなと思います。はい、他、ちょっと時間過ぎてるかもしれないですけど、今だったら何でも、これだけ皆さん聞いていただいたからには、あ、いいですね。はい、あの山根さんが発表されるときって、ちょっとだけあのどうしても聞き上げたことがあるんですけど、はい、あのネブトスタートが遅いっていう話が途中で、あれ確かになんか自分があの結構ネットワークに今回フォーカスしていったところから良かったのかなという気がするんですけど、自分の中で前ネットワークでやった時に結構ダウンロード全部終わった時に展開してインストールパッケージに入れていくところですごい時間がかかってる話があって、はいはい、でこれ確かにバグあのレポが上がってて2013年ぐらいになんか、はい、あの F シンクが毎回ずっと引っ張ってどうするんじゃないかっていう、あ、それはもうすでに、DPKG 側で解決されてると思います。で、今遅いのはなぜかって言ったら、犯人は私です。なぜかっていうと、パッケージが XZ で圧縮されてるんで、結構食うんですよ、CPU とか。で、それに対する回答の一つとしては、キャノニカルの、アプトの、メンテナーである、これ、名前が出てこないですけど、いつも、デビアンカンファレンスでは牛のぬいぐるみを書いて出てくる彼がいるんですけど、彼は、圧縮形式を変えればいいじゃんと、コアなやつに関しては、あれですか、名前が出てこない、Facebook の圧縮のやつ、名前が出てこないですけど、また FS じゃなくて Z がついてるんですよ、なんかZSTT。 ん？ ZSTT。 そうそうそう。ZSTT で圧縮したら展開は非常に早いよね、それにしたらどうなんって話をしていて、ちょっと前に DPKG とかのパッケージマネージャー側の方に、そこら辺の変更を加える加えないで話が多分 DPKG レベルで止まったのかなと思います。キャノニカル側としては多分そのクラウドなんかで、ホストをこう作るときに一番コアの部分のパッケージってもう決まりきってるので展開が早い方がいいよねと、そしたらあっという間にホストが立ち上がってくるし、コンテナとかも多分立ち上げられ作れるしみたいなところからその話が出てきてると思うんですけど、これについては早くするにはやっぱりそこですね、圧縮展開のところが時間かかっていると思うので、そこのあの形式、圧縮形式を変えてやれば多分大きく改善はすると思います。ただそれは、インフラストラクチャ側の方の変更も必要だし、パッケージマネージャー側の方も変更も必要だしということで、まだまだちょっと手を入れるには時間がかかるかなという感じ。逆に言ったら、DPKG 側の方が話が済んでしまえば一部のパッケージについてはそっちの圧縮形式は変わるんじゃないかなと。私はあの XZ を入れた時には、帯域が非常に狭い地域なんかでダウンロードする時間と展開する時間とのトレードオフを考えたら、まあそれはあの問題なくいくんじゃないかと。で、ミラーサーバーなんかも、非常にトラフィックを抑えられるし、ミラーサーバーのそのディスクの容量なんかカツカツになるとかも抑えられると思ったんで XZ を押したんです。で、実際入ったと。ただ、デブとストラップみたいな毎回その決まりきったパッケージを展開するとなると、例えばそこのコアパッケージ、ベースパッケージの部分だけは ZSTT で圧縮するっていうのはありなのかなというふうな気は
まあ、今回 の, その, あの圧縮形式以外のところで例えばそのパール の, あの依存関係のところをこう解決することが早くなったりとかキャッシュできたりという部分で以前よりはだいぶデブストストラップを使って、面倒に思う部分は減っているんじゃないかなと思います。ぜひ使ってみてバグレポートをよろしくお願いいたします。バグレポートがない場合は、ソフトデザインを読んで、これ記事良かったねというのを読者アンケートとかしてもらえるとなんかあの結構あのプレゼント当たりやすいそうなんで、これ真面目な話で当たりやすいそうなんで、そうしていただけると、繰り返しますが、ネットハントさんの連載みたいに、ターミネートされなくて済むのでよろしくお願いしますというところです。はい、以上です。